ただいまから機械部隊の分裂行進を行います。これより消防車両、消防団車両など59台、消防ヘリコプター1機、消防艇4艇による消防機械部隊の分裂行進の始まりです。先頭は消防活動二輪車隊です。通称クイックアタッカー。機動性と走破性の高さを生かし、高速道路や山間部などの災害現場にいち早く到着します。消火、救助、応急救護など素早く活動に当たることを目的とした部隊です。消防活動の総指揮を執る指令車隊です。総括指揮者、警防部長、木下消防士官。先頭を走る2台の車両は二酸化炭素などのガスが排出されない環境性能に優れた車両です。手前は水素と酸素の化学反応で発電した電気で走行する水素自動車。奥はバッテリーに蓄えた電気で走行する電気自動車。2列目はプラグインハイブリッド電気自動車です。最後尾奥の大型車両は即応対処部隊の指揮統制車です。この車両には情報収集で使用するドローンが積載されています。その手前は統合機動部隊の指揮統制車です。多くの隊を指揮統制するための車両でコマンドカーと呼ばれています。ポンプ車隊しかー続いてポンプ車隊です。指揮者、第三消防方面本部長伊勢村消防生官。消防活動の主力となる消防車両で、火災以外にも危険物災害や風水災害など各所で活動する車両です。道路が狭い地域で機動性を発揮する小型ポンプ車、ホースカーや三連はしごなど多くの資機材を積載した普通ポンプ車。火災現場の直近に部署し迅速な放水を行う水槽付きポンプ車。最後尾の車両には5000リットルの消火用水が設置されています。指揮者、第5消防方面本部長西原消防生官。先頭の2台は即応対処部隊の電池系活動車です。続く奥の車両は山道などでの走行を考慮した小型の山岳救助車。その手前はウインチ装置を備え救助資機材を積載した救助車2型です。続く奥の車両は長時間に及ぶ災害現場において水分補給、給食などができる補給車。この手前は災害現場での照明作業や消防機器などに電気を供給できる照明電源車です。続く奥の車両は
化学災害などに対応するため車内で有毒ガスなどの分析を行える特殊災害対策車、その手前は河川などで発生した水難事象に対応する水難救助車です。最後尾奥の車両は1万リットルの消火用水を積載した10トン水槽車、その手前は資機材や要救助者を荷台に乗せて搬送する高機動救助車です。はしご3台はしご2、続いてはしご車体です。指揮者第6消防方面本部長西原消防生活。東京消防庁では地域の建物特性に応じて30メートル級はしご車、40メートル級はしご車を購入しています。中には多様な人々への対応を想定しユニバーサルデザインを採用することで救出用のバスケットが広くなっており、車椅子のままバスケットに搭乗できるはしご車もあります。はしご車は建物の構造化が進む東京でその能力を発揮して人命救助や消火活動に当たります。消防救助機動部隊かしら右、続いて消防救助機動部隊ハイパーレスキューです。指揮者第7消防方面本部長山本消防生活。先頭奥の車両はクレーンなどの特殊装置を備えた救助車3型です。その手前は強力吸引車です。土砂崩れなどの災害現場において水分量の多い土砂や泥水、瓦礫などを除去し迅速な救助活動のため活躍します。2列目奥の車両は外部の空気を測定分析できる警察車です。その手前は資材搬送車です。本日は遠隔操作により離れた場所から放水や送風が可能な無人走行放水装備を積載しています。3列目奥の車両はあらゆる有害物質を防ぐことができる大型の特殊災害対策車。続く奥の車両は高所から効果的に放水を行える屈折放水装置、その手前は最大で16トンの吊り上げ能力を備えたクレーン車です。最後尾を走るのは重機搬送車です。震災時に活動するトラクタショベルなどの重機を搬送する車両です。最後の更新は消防団の車両です。指揮者府中市消防団本間消防団長。先頭より本日は23区から日本橋消防団、荻窪消防団、品川消防団、上野消防団、小石川消防団、石神井消防団、多摩地区から小平市消防団、小金井市消防団、福田市消防団、東倉山市消防団、稲城市消防団、あきる野市消防団、合計12消防団が参加しています。皆様上空をご覧ください。まもなく消防ヘリコプターカモメが上空を通過します。海の上をご覧ください。消防艇による力強い放水が行われています。向かって右手、先頭から清水、続いて浜風、有明、宮古鳥が方向放水を行っています。
最新鋭の消防車両、消防団車両など59台、消防ヘリコプター1機、消防艇4艇による消防機械部隊の分裂行進をご覧いただきました。